皆さんこんにちは、ガチャネット坂田です。先日私、林芙美子さんにちょっとだけ関係ある LINE のガチャ見つかったんですけど、まあ、尾道で林芙美子さんと来たら、この方のところもお邪魔しとかないかんのじゃないかと思いまして、こちらご覧ください。志賀直哉さんの急遽でございます。もしかしたら志賀直哉さんの急遽にも関係するようなガチャが出てくるんじゃないかなと思いまして、本日こちらでやってみたいと思います。今日ご紹介する商品、またまたこちら LINE キャラクターフィギュアコレクションでございます。奥さんどうしよう。どうも奥さん、こんにちは。志賀直哉さんの急遽に来られただけは窮屈な顔しとってじゃない奥さん。ちょっと奥さん、憧れの作家さんおるじゃろ。うちが一番ね、憧れるのはルックス重視で、ルックスから言うたらね、やっぱ松本清張さん。ちょっと奥さん、あそこなんかさっきから座っとってじゃわ。いつから座っとったんじゃろ、あそこ。なんか後ろ姿、作家さんじゃない、もしかして。ほんまよ、椅子座って考えよってん姿がかっこええね、奥さん。うちもね、ほんま初めて見た。見て、横から見てみんさ。すごいよ。うわ、足組んどってじゃ。ちょっと反対の横から見てみんさ。うわ、ほんまじゃ、うちかっけえな。クールなね。なんかもうこうやって考えるんじゃろうね。すげえね、奥さん。かっこええね。ちょっと顔が気になるわ、奥さん。声かけてみてええかね。あ、うちやめた方がええ思うよ。考えよってんじゃけ、絶対渋い顔して考えよってと思うけ。でもうちも気になるわ。言うてみる、奥さん。わかる。声かけてみるけ。すいません。ちょっといいですか？作家さんで今そこでなんか考えよってんですかね？ごめんなさい。ちょっと、もしよかったらちょっとサインでも書いてもらえたらいいんですけど、すいません。ちょっと奥さん、そこにしつこい言うちゃいけんよ。ごめんなさい。ほんま、そんなごめんなさい。もういいですから、いいですから。そんなごめんなさい。もういいですから、いいですから。ホラー小説考えよっちゃったんじゃ。